コロニア・グエル教会は、アントニガリディの設計により、スペインのバルセロナ近郊のサンタ・クローマ・ダ・サルバ・リに建てられた教会である。コロニア・グエルとは、事業の繊維工場を中心にした工業団地のこと。その工場で働く労働者たちが、職場近くに住めるように、敷地内に住居や学校、病院なども作られた。この団地に礼拝用のコロニア・グエル教会堂が建てられた。 礼拝用の椅子はガウディ設計なので特徴的な形をしている。設計当時材料は安価なレンガで設計しようとしていたが、塔を支える柱は相当な荷重がかかるので皇室の玄武岩が使用された。階高が取れないところでは鉄骨量が使われた。2005年にはアントニガウディの作品群の一つとしてユネスコの世界遺産に登録された。 1898年、ガウディは工業団地内の境界道の建設を依頼された。そして設計する際、構造的安定性を追求するために、逆さ釣り実験を行った。しかしこの実験は極めて複雑だったので、計画案作成に10年も要し、着工は1908年であった。それから6年後の1914年、ガウディは桜田ファミリア聖堂に専念するため、 建設から尻き女子たちに任せた。1915年、半地海部が落成し、境界道として利用された。それから仮設の屋根などが付けられたが、1916年に建設は完全に中断した。1955年から京区教区境界道となった。今でも上層は未完成である。住宅町外れの松林に囲まれた小高い丘の傾斜面の敷地にある。 半地下部と上層の境界道との二層構成である。上部が完成してなかったため、境界道に転用されていた。全面的に、クーポラ天井が採用され、外角の塔は約40メートルの高さである。地下聖堂の内部は、卵型の平面をしており、その中央に4本の玄武岩の柱があり、弓型アーチによって結ばれている。 この中央の構造からボールトを支えるリブが伸び、中央を取り組む列中へと、さらに周壁へと、内側から外側へと力が伝えられていく。壁には大窓があり、花びらの形をした枠の中に木、青、緑及びバラ色のステンドグラスがはめ込まれている。それらから漏れた光により優しい空間が演出される。ありがとうございます。